帰っていきましょう。ポケモンプラチナ実況です。9月10日日曜日、213番道路からスタート。218番道路で波乗りした。ミューシティに到着。ミュート書館を後にした。穴抜けの紐を手に入れた。ミューシティでジュンと戦ったってところ始めていきます。はーい、ポピュラです。やっていきましょう。ミューシティからスタートです。前回あたり鋼鉄で巻いてボコボコにやられたんですけども、体力全回復してたかな？してるね。ちょっとレベル上げるって言ったんですけども、ちょっと時間がなくてできませんでした。すいません。なので今回はフルボッコにやられる可能性が超高いです。まあいいでしょう。そういう回も一回は必要だよね。じゃあ行きましょうか。今回は鋼鉄島を攻略したいなと考えております。だからジムリーダー戦はないんじゃないかな？多分。ああ、着いた着いた。じゃ行きましょうか。これは本当なんだろうね。実はこのベッドで寝れたりとか、しないのか。なんか冷蔵庫入ってないかな。あ、ダメ。じゃ行きましょう。特に何もなさそうだし、野生のポケモン出てこないんだよね、そういえば。これずっと走ってるけどさ、全然ポケモン出てこないもん。あ、ボールあるじゃん、トロトロ。あ、出れたわ。確率低いのかな？レベル30強いね。あー、逃げられない。無駄な戦いを要したいんだけど、パティリさんとチェンジ。まあ、ジムリーダー戦までにはね、レベル上げとけばなんとかなるよね。ゴールドスプレーだって。あの人はやっぱり戦わなきゃいけない感じ？あ、大丈夫だった。うわ、なんだか気持ち悪い。レベル30強いな。手持ちより強いってどういうこと？効くかな？あ、結構効いてんじゃん。なんかないかな。あ、こっちもボール。あ、なんだろう、この黄色いの。なんかないかな。ないか。毎回野生の戦うのめんどくさいから、パチリス一番手も、あれ、手前にしよっかな。な、なになに、うぅ、死んだ。お、なんなんだ一体。なんだ今のは。パチリスちょっと待って。先端にして、エンペルソンさんは今はさ、隠し装置いらないよ。誰に、そうだ、ドーミナさんに持たせればいいんだよ。学習装置はどこかな？あったあったあった。これでいいんだよ。で、パチリスさんを回復させる。なんかないかな？ああそうだった。あ、これだ。オッケーオッケーオッケー。やっぱり戦うか。まあ、いっか。ピクニックの素敵な思い出に、私とポケモンいかがかしら。
ここでピクニックするのかよ。どういう趣味してんの。どういうオタクそれ。いやー、こんな、こんな女の子がね、やっちゃうなと。ルハイチュー3と7とか、ほんと強いよね。戦わなきゃいけないのか、めんどくせえ。で、やっていきましょう。うわぁ、10万ボルトだって、さすがピカチュウ。じゃない、ライチュウ。ピカチュウが進化するとメタボになっちゃうんだよね。相性悪かったっけ。あ、ぼぼ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 。やば。ほんと全滅したよ、これ。おお、聞いてる聞いてる。よし。またやられちゃったね。せっかくパチリス3回エクサしたのにもう。で、いきましょう。これは何だろう。ん？ん？おー！すげえ。エレベーターじゃん。いや、特に何もない。あ、お兄さん。ポペラ、ここまで来たのかい。よかったら一緒に行こう。何やらポケモンが騒がしい。お、やった。レンさん。お、回復してあげるだって。ほんと行ったね。いっぱい、怪我しようぜ。あ、あのボール取りたい。うわ、ハガネイルめっちゃ強そう。欲しい。お、強い。レベル41。死ね。死ねはダメ。いっちゃ。あ、間違えた。あ、でもいいや。回復してくれるんでしょ。え？あ、待って、殺しちゃダメ。捕まえたい、そのハガネイルさん。即戦力になりそうだね。そうか。いきなり強いのを捕まえて即戦力にするっていう荒技なのか。ねえ、どっかの大手企業がね。大手企業の、なんか、が、なんか優秀なね、中小企業の幹部さんをね、もらっちゃうみたいなね。大手にしては有利だけど、中小企業にとってはもうそれで一発でよってなっちゃうで。あ、やべ、ちょ、待って、こっち攻撃しちゃダメじゃん。ちょっと待って。そうじゃなくて。やばい、これ波乗りして死んじゃう、ハガネルさん。お、すげえ効いてる。あーちょっと誰が悪いの、自分か。もう、どうすんの。もうみんなで死のうだよ。バイバイ。元回復されたのかな、ちょっと見てみる。あ、してるわ、よかった。信用してなかったから心配してたわ。あー、バトルか。お前に空手の怖さ叩き込んでやるぞい。あなたを倒せば100連勝ね。すごいね、過去に99人もここ来たのか。どんな人が来るんだろうね、このところ。おお、なんか見たことがあるぞ、チャーレムってやつは。なんだこのもう一つの、この海洋ガメ、この痩せたバージョンというか、ガリガリバージョンみたいな。え、海洋ガって海の動物だよね。どうした。ユーカリオ強いな、ほんと。あー、でもそうでもないよ。死んじゃ、あ、死んではない。
あ、ごめん。わざとじゃない、もう。他にどんな手持ち持ってんのかな、相手。あれ持ってないの相手。なんでしてんの、ちょっと。あ、やばい。あ、効くのか。風タイプなんだね。そうだった、切り払いは。そうか、技与えられないんだっけ。あ、やばい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 。あー、死んじゃった。あ、相手も死んだ。お、どう見たらレベル32だって。よし、行きましょう。そうだね、ここで修行するのはある意味暇人だね。そんなこと言ってない、さっさと進もう。このいきなり現れた人は何なんだろうね。あれ、さっきとは違う。あ、ユワークだって。さっきとは違うね。さっきの何だったっけ。忘れちゃった。ユワークは別にいらないんだよ。どうでもいいんだよ。おお、いいね。おお、すごいすごいすごい。よし。おお、ゴルバット死んだ。あ、そうだった、攻撃ないんじゃん。さっきのなんだっけ、捕まえたいな。ハイパーボールだ。そんなもの誰が落としたんだろう。てかマスターボールが手に入らないよね。どこなんだろう。あ、なんだろう、この階段なんかありそうだね。あったわ。何も意味ないわけないよね。なこれ。そのもの、時間、空間をつなぐ。3匹のポケモンをも生み出す。なんだろう。お、気持ち悪い。これは放送事故級だよ。大した、大した。今何時だ？ちょっと確認しよう。よいしょ。ああ、はいはい。1話で全部いけるかなと思ったけど、広いのになった以上に。あ、あるわ。ここら辺？ああ、そっちか。待って、ここら辺なんかある。あれ？あ、そっちだ。なんだ、この女性の後ろにあるのかな？じゃあ、戦っていきましょう。うわ、6体もいる、強そう。はい、勝ちました。案外普通に勝てました。よかったよかった。お、なになになに、
え、ドミラさん進化できんの？あんた。できないと思ってた。うわ、な、え、なになになに？すごい形変わる。なにこれ？ドータくんだって。進化できるんだ。しかもなんか覚えたって。眠気を誘う暗示をかけて、あ、眠りの状態だって。あ、違う、これか。新しいの。両手広げて立ちはだかり、相手のに、逃げ道を塞いで逃げられなくする。へえ。なんかすごい珍しいのいたら逃げられないように。逃げるポケモンあんまりないよね。でも覚えさせるか。これでいいや。なんかどんどん技、なんか魔法使いみたいだね。はい、というわけで本日はこんなところで終わります。ありがとうございました。